ですけどね、このまま上告していくと、まあ、最高裁の判決が出てくるわけなんですけど、もう最高裁の判決が出る前にですね、和解条項というのがあって、和解の9条というのがあって、国と沖縄県が結んだ中において、まあ、この、判決が出たら、この判決にですね、従っていくと、まあ、いうようなことを沖縄県も言っております。またこの尾長知事がですね、原告の質問でですね、裁判所の結論が出たらそれに従うのは行政の長としての当然だと、まあ、こういうことをこれ裁判の中でも申し上げているんですね。これ今この判決が出て、そして最高裁の判決が出てもですね、従わなかったら大執行という訴訟があるんですよ。で、大執行の訴訟をやると沖縄県はまたそれに対して裁判をすると、裁判をしたらまたあそこで結果が出たらまた上告をして最高裁の判決と、まあ、いうような、今回の裁判の結果が出てももう一回大執行を行うときにそれを反対する沖縄県との間でこの福岡高裁で裁判をして、そしてまた最高裁まで行ってこれ結論出ると、まあ、こういうふうな手順になってくるわけですけど、今日法務省も来てると思うんです。この手順で間違いありませんか。来てませんか。あ、防衛省、防衛省整備計画課局長高橋圭一君。お答えいたします。先ほど先生がおっしゃられましたように、尾長知事は法廷における本人尋問や証書面などで裁判所の確定判決に従うと繰り返し述べておられます。判決確定後に判決の内容に反する行動を取らないというふうに当方としても考えております。いずれにせよ、この普天間飛行場移設事業につきまして、最高裁判所に最終的な司法判断が示された場合には、尾長知事は行政庁の長として司法判断を十分に尊重し、これを前提として、その後の行政運営に当たるべきことは、法の支配の見地からも当然であり、ひいては、普天間飛行場の移設に関する約20年内の懸案を回収することにつながるものと考えております。以上でございます。島地君。僕は尾長知事の今話したことがあるんですけど、これね、もう裁判しない方がいいと言って次があるんですよ。で、これちょっと見ていただくと、次のパネル見ていただくと分かると思うんですけど、私は県知事に選ばれた後、県民投票をして、まあ、県知事は辺野古だけで選んだわけじゃないとおっしゃるからいう方もいるんで、県民投票で賛成か反対かをしてやった方がいいというようなことを申し上げた。それが一番民意としては正しいやり方だというふうに思っていたんですけども、まあ、何を考えたか裁判に打って出てって、まあ、この埋め立てをですね、この裁判に出ちゃって、まあ、これもう三権分立の中で結果が出るとこれ従わないというようなことになるとね、やっぱりおかしいと思うんですよね。これ誰が考えても、また自分もまた裁判所でそういうことを言ってきたわけだから。まあ、しかしですね、この裁判の、この国が裁判勝つかもしれませんけど、これの背景って見るとですね、やっぱり、それは裁判の結果は国が勝って、これ三権分立を絶対やらなければいけないと言うけども、やっぱりこの中山さんがですね、公約を変更して、この印鑑を押したと。印鑑を押したことにはもう取り返しはつかないぐらいに、法的にはこれはもう当たり前になってきますけど、政治的にはこの印鑑を押したことをもって、この最高裁の判決をもってですね、やっぱりこれ押し切って沖縄を行くというのはなかなか簡単じゃないかなと思うんですよね。だから普通の何もない裁判で最高裁が勝った、だから国はやらなければいけないという論理ではなくて、やっぱりここにこの沖縄の難しさがあると思うんですよ。総理ね、この背景がこういう状況の中でも、この裁判結果のみでこの普天間の状況をですね、押し切っていくという考え方、総理の中にやっぱり強くお持ちですか。これ安倍内閣総理大臣。まあ、確かにですね、下地議員のおっしゃるように非常に難しい状況になっている沖縄の状況はですね、この、辺野古への移設についてはですね、状況になっているのは事実でございます。しかし一方ですね、この我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、辺野古への移設は米軍の抑止力を維持しながら、同時に普天間の危険性を一刻も早く除去するための唯一の解決策でありました。この考え方には変わりがないわけであります。これは日米両政府の共通の認識であります。このかつてその
まあ、最低でも県外ということによってですね、この鳩山内閣の時代に、普天間の移設問題について、これあらゆるオプションをゼロベースで幅広く検討したわけでありますが、その検討した結果ですね、結局他のオプションは中再び辺野古を移設先としてですね、検討を移設先として決定したわけで、ございます。まして、この迷走がですね、この迷走が沖縄県民にとってですね、政治に対するまあかなり決定的な、このに近い、決定的に近い、まあ、不信感となったことはよく理解できるわけでございますが、我々としてはですね、つまり、この普天間の固定化は断じてあってならないわけでありますし、この危険性を一日も早く除去するためにはですね、この辺野古への移設しかないということでございまして、でそしてまあ裁判の対応につきましては、先ほどすでに、局長から答弁がなされたようにですね、この高裁判決では尾長知事が行った埋め立て承認の取り消しは違法であるとの国の主張が全面的に認められたわけでありまして、今後最高裁の判断も示されるものと考えておりますので、最高裁の判断に注目したいと考えているところでございますが、尾長知事も裁判所の確定判決には従うと述べているというふうに承知をしております。また和解の内容は、司法の判断が示された場合には国と沖縄県の双方が直ちに判決に従うことは当然として、その後も判決の趣旨に従って誠実に対応するというものでございます。その、これがまさに、国と沖縄県の和解の内容でございまして、法治国家としてですね、尾長知事が、確定判決の内容や判決の趣旨に反する行動を取ることはありえないというふうに考えておりまして、普天間の固定化を回避することが和解の目的でありまして、政府としては引き続き和解条項に従い誠実に対応していく考えであります。島地君、先ほども申し上げました、総理がおっしゃるように裁判結果には従わなければいけない、三権分立ですから、最高裁の判決で出たらそうなると思います。ただ私が先ほど申し上げたこの最高裁の判決の裁判にある根拠になっているものが、この過程の中で大きく混乱をしながらこの裁判につながっているという、こういうふうな過程があるんだということを認識するとですね、なかなか難しい、この裁判で勝ったからといってすぐに行けるような状況ではないということは申し上げさせていただきたい。それでもう一つ見るとですね、もう一個パネルを見せていただきますと、これ尾長さんがですね、もう一つ、これじゃないですね、これ今裁判結果出て、尾長さんがそれに従わないと、いうようになると、次この県の対抗策というのは何かというと、もうこの3つしかないんですね。これ産後省の移植を十分にやるというのは中山さんが決めたことなんですけども、これをやると。しかしですね、防衛省が誠実にやったとしても反対するわけだから、7割やっても3割しかやらないとか言って、これはもうちょっとこの対抗措置をしてやろうということは簡単にできる、最後は裁判になると、いうようなことが産後の移植の問題でも出てくる。そして沖縄県が条例を作りましてですね、この条例によると、この当該のこの埋め立てに使う8割がこれ県外からの砂砂利になってくるんです。これについてですね、県が条例によって中止や勧告ができるというこの制度をやってきますから、これで尾長さんはですね、またこの国に対して対抗措置をしてくると、こういうようなことにもなってくる。それでまた3番目には工事の設計変更、1回ごとに沖縄県の埋め立て承認が必要になってきますから、岩国でも8回ありましたから、これ13回ぐらいあると言われてますけど、これまた1回ごとにやっていくというふうになるとですね、これなかなかこの最高裁の結果が出ましたということで、じゃあもう尾長さんがノーだと言ったら、じゃあこの対抗措置はこれがありますよとなるとね、辺野古なかなか前に進まないという現実があるというのが私の見方なんです。で、私はここで総理にね、新しい提案をさせていただきたいんですけど、ここもう一度この私が今考えている提案なんですけどね、シュアーブを陸上で、この尾長さん埋め立て嫌だとおっしゃるから、このしかしシュアーブの陸上をしっかりと確保して使うと。それで馬毛島を今、私はずっとこの前も鹿児島行ってきましたけども、馬毛島を軍民共用のですね、軍民共用、日米共同の訓練地として使っていくと。そして今ですね、
今までの私たちの考え方をもう一回ガラッと変えて、ガラッと変えて、どこに普天間を移すのかということが争点だったけども、もう今、あの頃、橋本モンデル会談の頃は8万回飛んでましたよ。今もう総理がですね、針を移したり、こして空中給油機を移したりと、岩国に移しましたんで、今2万4000回です。で、私の見方だと、いろんな方々と相談すると、シュワブの陸上湾とか、牧島を活用すると5000回ぐらいまでなるんで、まあ、世界一危険な飛行場としての普天間の位置づけっていうのはですね、私はもうなくなってくるんじゃないかと思うんです。だからここは、沖縄の人に決めてもらったらいいんじゃないかと思うんですね。普天間をそのまま、しばらくの間残して使うことをやるのか、それとも埋め立てを拒否するのか、ね、埋め立てを拒否するんだったら普天間を使わせてくれと。ね、で埋め立てをやるというなら普天間をなくそうじゃないかと。まあここね、もう今のままでは尾長さんにですね、どっちかを選択してもらう。もう本当にあなた辺野古嫌だと言うんだったら、普天間これ以上使う以外道がないよと、安全保障上はそれは認めますねと、まあ、いうようなことを言いながら、今回は安全保障上もですね、落としどころを作ってこれやっていくと。この前アメリカに行って話をしましても、海兵隊の方々って言ってもですね、普天間の2800メートルの滑走路はね、これ魅力ですよ。これもなかなか作れない、沖縄では。私はもう一個パネルがありますけど、これ見ていただきたいです。私も、一応防災担当大臣した時があるんですよ、過去に。これ、那覇空港海抜、これ1メートル。これ、嘉手納基地っていうの海抜15メートルから16メートル。そして、シュワブできても海抜1メートル。これ、普天間だけ65メートル以上あるんですよ。沖縄はですね、5メートル以上の津波が来たら全部これ孤立しますよ。だからどんなにしても私は普天間はそのまま残した方がいいと思うんです。使わなくても普天間は国連とか防災基地という観点からしても残した方がいいと。総理ね、ちょっと頭をひっくり返って物事を変えてですね、ね、もう辺野古に埋め立たなければ安全保障が守れないというんじゃなくて、普天間をどうやって使いながらこれからですね、この新しい対応していくかということもね、ぜひ私は最高裁の判決やこれからの県の対応なんかを見てたら、そろそろ国が考える時期に来てるんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあ、総理のお考え聞かせてください。安倍内閣総理大臣。まあ、先ほども、お話をさせていただきましたようにですね、我々、まあ、一日も早い普天間のこの危険性の除去を行わなければいけないという責任を有しているわけでございまして、ここで地元の議員としてですね、下地議員がいろんな案を考えておられるということについてきましてはですね、敬意を表したいと思うわけでございますが、我々ここでですね、また新たな案ということになれば、その検討だけで相当の月日をこれは費やしていくわけでございます。そしてまた米国とですね、それも下地議員が重々ご承知のように、これは米国とどうこの協議の上で合意を積み上げながらこれを進めていくしかないわけでございますので、普天間の施設先としてはですね、辺野古が唯一の解決策であるという立場に変わりはないところでございます。下地君、辺野古が唯一のというのに変えるやないというのは、もうこれはもう十分わかります。ただ今の現状が決して楽ではないということになっておりますから、そのことをですね、認識をすることが大事です。菅官房長官帰ってきましたね、どうぞ。もう一回ちょっと辺野古以外のこの政策を提案させていただいたんで、菅官房長官にちょっと、いや聞いてなくてもわかるんですよ。菅官房長官。今総理が答弁されたように、まさに現在の案が唯一の解決策であるというふうに考えて、政府は全力を尽くしていきたいというふうに思います。下地君。唯一という言葉は時間も含めてその決まることだと思いますけど、ぜひですね、どっちが時間を短くて安全保障を守れるかといったら、私が今提案したものが安全保障上も時間的にもいいというふうに思ってますから、ぜひご検討いただきたいと思います。ありがとうございました。この際、足立康君から関連質疑の申し出があります。下地君の持ち時間の範囲内でこれを許します。足立康君、足立君。日本維新の会の足立康でございます。ですね、下地政調会長の方から、